も込みです。さて本日はこちらクランクさんからですね動画をお届けしていきたいというふうに思うんですけども、クランクさんどんなクランか多分わかんない方もいらっしゃると思うんで最初に説明しますと、これ、クランクさんというですね、JWC にも所属している有名クランさん、こちらの、イベント用サブクランになります。でここでもうパッと見てもらってなんか見たことがあるお名前の方がいらっしゃるなという感じですけども、ブレイズと多分クランクさんの、主にこの2つのクランの合同チームですね、でやったイベントに自分もまあちょっとご縁があってですね、平井新さんというまあリーダーさんにお誘いいただいて混ぜてもらいました。でなんと相手がバタング、これ最初も腰が抜けるかと思いましたね。ここ本当に有名で強くて、日本の皆さんがよく知ってる YouTuber の皆さんとお話しした際に、まあ、海外のクランでどこ参考にしますかって言ったら口を揃えてバタングっていう、まあ、それぐらいやっぱり発信力もあって実力もあるそういう強いクランです。で今回この、バタングさんの相手の、リーダーですね、リーダーさんかなこれ、フーダさん、リーダーじゃない、ないかもしれないけど、フーダさんも、今回の、対戦を生配信もしてますし、YouTube のチャンネル持って配信もされてるんで、ぜひね、ご興味があったらそちらも見てもらえたらなというふうに思うんですけども、本日は、この中からライドラに、的を絞って、特集的にやらさせていただこうかなと思ってます。っていうのはですね、まあ、ちょっとこのと対戦、自分なりにちょっとこう簡単に総括をさせていただくと、本当にですね、援軍に対する意識の高い対戦だったなっていう気がしました。それぞれ使った戦術っていうのが結構、特徴があって、まずクランク側っていうのは、ライドララッシュですね、今日見てもらう。あとは、グランドウォーデン、オデヒーからのネクロラッシュ。まあ、これもよく皆さんご存知のやつだと思います。あとは、クイヒーディガホグですね。で、バタング側は、クラン城を破壊者からの天才ラバル。あとは、イエティラッシュ、ドラゴンバット。まあ、この3つをそれぞれ、本当に半分から6割、7割ぐらいの村はこれで全壊してました。で、クランク側の、そのクイヒーディガホグにしても、やっぱり、序盤にこう突撃艦で防衛軍を釣ってからとかのクイヒーディガホグだったり、いう形をとってるんですね。で、あとはその、スーパーガーゴイルと、ストライカーではない防衛軍の村にクイヒーディガホグで取っていくとか、いうパターンがほとんどでした。逆に、スーパーガゴとストライカーがいる村にクイヒーディガホグで突っ込んでいってしまうと、結構な確率でやっぱりクイヒーが事故になっちゃうということで、それ以外のまあライドラ、あとはネクロラッシュとか、天才ラバル、イエティ、ドラゴン、まあ、全部これって、相手の防衛軍をほぼほぼまあ無視できるような攻め方ですよね。なので、攻めのトレンドとして防衛軍に対する意識が本当高い対戦だったなというふうに感じたっていうのはそういうところです。で、まあ、ちょっとその見ながら解説していきたいと思うんですけども、ライドラ今回ですね、この2020年10月のアップデートで、2つライドラにとって、プラスになるところが出てきましたので、そこがね、やっぱ今の環境で、クランクさん側ライドラを中心に使っている理由の一つにもなってんじゃないかなというふうに思います。まずは、RS さんのアタックですね。ちょっと全体長くなりましたが、すいませんでした。早速見ていきましょう。合計4本ですね、今日ございますので、こことここをまず削っていきます。ここに関してはライドラ1体。で、上側に関しては、アーチャークイーン、バーバリアンキングを使って削って、この狭い面。ここにライドラを出していくんですね。こういう風に。で、中盤から先はライドラがばらけちゃうんですけども、ばらける前にしっかりとグランドウォーデンの討問、あとはレイジの呪文なんかをたくさんかけていって、呪文だったり特殊能力の効果っていうのも最大限に使ってきます。ここ突破艦を使わずにボマーを使っているのは、もうタウンホールへの到達がすぐなので、あえてここは突破艦を使うよりもボマーの火力を選んだというところですね。しっかりと序盤にレイジ2発プラストームで、すべてのライトニングドラゴンがトームにかかっている状態で進軍しているという、この無駄のないですね、序盤の展開からの、中心部に入ったライドラにしっかりとレイジを当てていってます。で、こうすることによって、ついついこういうね、横に逸れたライドラにレイジを当てたくなってしまうこともあったりするんですが、中心のライドラがしっかり仕事するのがすごい重要なんで、この中心の1体のこのライドラにレイジプラスのフリーズかけてますよね。で、こうすることでしっかり中心部の高回復施設に、チェーンがレイジに乗っかった状態で入るように、しているっていうのがやっぱり、特徴的なのかなというふうに思いました。で、バーバリアンキングとアーチャークイーンは相手の防衛軍を釣らないようなルートを歩けるかどうかっていうのが多分非常にこれ重要で、なんでロイヤルチャンピオンも今回のこの RS さんのアタックっていうのは序盤に、ラバーハウンドが釣れてしまったので、ギリギリですけどね、釣っちゃったんで、もう、クラン城が残っている段階で、ロイヤルチャンピオンが発進しましたけども、クラン城が残っている状態で援軍が釣れてなかったら発進を待ったと思います。でもってこのライドラの残り方。5体かなぐらい残ってましたね。だからもう150枠って半分ぐらいのコストのライドラを残しての全開なんで、もうめちゃくちゃこのライドラが強い理由がもうここからもよくわかると
思います。で、今言ったですね、序盤の、ライダーを出す面を狭くするっていうところと、防衛軍を釣らないようなクイーンとーバーバリアンキングのルート、ブランジョを壊してからのロイヤルチャンピオンを発進、初手のトームとレイジ、この辺は全てのライドララッシュで共通してますんで、めちゃくちゃこれ多分重要なポイントです。その重要なポイントなんで、そこをですね、抑えながらやっていくのがやっぱ大事かなというところで感じました。で、今回のシノさんのアタックもそうですね、これここのところをベビドラでカットします。で、こっち側に関しては、キングとクイーンとロイヤルチャンピオンをですね、使っていくという感じで、ライダラはこの面です。この面で出して一気にこう進めていくっていう感じですね。こんな感じで。ガンと。だからやっぱりこれも同じですよね。少しでもいいからこの、下側のところをカットしておいて、ライドラが、下側にそれぞれにタウンホールの方にたくさん向かってほしいと。やっぱり中心のここを破壊したいっていうのがありますからね。で、こんな感じでライドラをアチャクイババキンの後にすぐに出していくようなイメージで使っていきます。で、初手でもうトーム、これほぼほぼだってライドラがダメージ受けてないような状態でトーム使ってるんで、一見これ無駄になってんじゃないかなって自分思ったんですけど、結局最後、蓋を閉じてみるとっていうか見ると全然ライドラがいっぱい生き残ってるんですよね。だから初手のトームって本当にもう、そのなんていうか、決まり事のように使っていっていいのかなっていう気がします。中心部に入ったライドランがうまいですね。これしっかりターゲット取ってくれてるんで、相手のスーパーガイゴイルが出てきてますけども、このスーパーガイゴイルが、ライドランを殴っているうちにポイズンで焼かれちゃってますね。で、中心部に入ったライドランたちがさらにレイジーに乗っかって、相手の投石機、あとは、ちょっといやらしいエアスイーパーを破壊。で、ロイヤルチャンピオンは、相手のボーイングがもう、連れている状態なので、クランチョンが壊れてなくてもこれも出てきてますね。シンクロインヒューのちょっと怖かったですけども、最後残したフリーズの呪文をしっかり打ってアーチャークイーンで撃破、蓋を開けてみればというか閉めてみればというか、残っているライドラがなんと4体プラスドラゴン1体ということで、140枠のコストを残したのは圧倒的な全開という形になりました。いやー、すごいですね。ライドラがめちゃくちゃ強い。やっぱりさっき言ったそのアップデートの話をするとですね、20枠増えたことによって持ってきるライドラの数が1体増えた、ことによる、体力が当然ですね、底上げされたっていうのも重要なんですけども、チェーンを、ぶち当てる時のそのダメージですよね、これが上がっているので、序盤で一気にライドラがたくさんの防衛施設をガガガンと壊してくれるようになったっていうことだと思います。なので、ライドラーたちのその受けるダメージが相対的に減りますよね。防衛が早く壊れるんで。っていうところで、20枠っていうのは本当にユニットが1体増えただけではなくて、もうチーム全体、一緒に出すライドラーたちのお互いのシナジーっていうのがより強化されて、1たす1がもう3とかになっているようなレベルになってきているので、そこが多分このライドラーラッシュを今さらに強くしているポイントですね。で、もう1個のポイントっていうのは、チェーンの入り方に関しても修正がありました。ですね、ちょっと見ながら喋りましょうかね。どれにしよう、どれだったっけな、45番、これかな。はい、これまた知能さんのアタックなんですけども、知能さんのライドラうまかったっすね、本当に。ですね、今回のそのライドラのチェーンっていうのが、今までは地下施設に入っていくっていう、いう特性だけだったと思うんですけども、それが、距離が等間隔であれば、より、HP の高い、施設にチェーンが優先的にこう流れていくっていう仕様に変わりました。で、これどういう利点があるかっていうと、体力の低い、HP の低い施設を、ライドラがチェーンであらかじめ壊しちゃうと、その後のチェーンが入りにくくなっちゃうんですよね。チェーンってやっぱりその間に施設があるからこそこう繋がっていくんであって、それがなくなっちゃうと、チェーンの繋がりが切れて、せっかくですね、もっといっぱい刺さるところで、刺さりにくくなってしまうってことが起こりますが、今回のアップデートでそれが解消されたので、チェーンがより効率的に刺さるようになったという点において、よりこのライドラがもう強くなったということですね。で、このパターン、これも結構ですね、もう序盤にガツンとレイジ、トーム、フリーズ一気に使って相手の、タウンホールから援軍から投石機、ロイヤルチャンピオン全部ですよ、もう泣き倒していきます。でもライドラがやられてないということですね。
このやっぱ序盤の見てください、とチェーンもここまでガンガンガンって入りましたよね。すげえ距離入っていく。こういうところがやっぱ修正されてるんですよね。でクラン城をしっかり壊してから今回はロイヤルチャンピオン投入、ボマーを使ってサイドカットをしてるっていうのもうまいですね。ちょっとライドラが上の方にこう2体流れていってしまいましたけども、まあ、中心部のライドラにしっかりこうレイジとか呪文を当てていくことによって、がっつり中心をくり抜いていってます。最終的にはロイヤルチャンピオンが、このバーバリアンキングと当たりはするんですけども、チェーンの入って弱ったですね、このグランドボテのゾウとか、あとはイーグル方にホーミングシールドをぶっ刺して、でおしまいという感じですね。今ライドラのチェーンもしっかりと決まっていて、グランドボテのゾウ、あとはイーグル砲が削れていたことも忘れられません。で最終的にはこの1体のライドラはちょっとやられちゃうんですけども、2体のライドラプラスドラゴンが生き残っての、コスト80かなを残しての結構な、圧倒的全開という形になりました。いやすごいですね。ライドララッシュがこう見るとめちゃくちゃ強くて、クランクさん側の、ライドララッシュ、ちょっとせっかくなんで、ですね、これをやっぱり使っている有名な YouTuber の方なんで、うどん屋さん、皆さんご存知だと思いますけども、ブレイズさんのうどん屋さん。うどん屋さん、今回ですね、残念ながら星さんがなかったんです。なかったんですけども、もう本当に、全開にもう、なんていうんですか、もう、ほとんどもう指が4本ぐらいかかってる状態で、残念ながらっていう、まあ、ところだったんで、ちょっとそれもですね、見ていきたいと思います。せっかくなんで。なんで、まあ4本って言いましたけども、ちょっともう2本ですね、ご覧いただければなと思っております。いや、すごいっすね。こんな感じでやっぱりライドラって気持ちいいですよね。綺麗に刺さると。で、これ、この鳥さんの攻めた最後ですね、この前回の最後はこれですよ。なんかもうこれマルチ陣の結構低タウンホール帯で見るやつじゃないかって思うぐらいの、なんていうのかな、シンプルな回廊配置ですね。これにも、ライドラが刺さります。何せこういうところがもう密集してるからチェーンがやっぱ刺さるんですよね。こういうとこみんなそうですけど。まあちょっと嫌なのはタウンホールだけが孤立してるんで、そこに今突撃艦を当てていってケアするというプランニングですね。バーバリアンキングとアーチャークイーンで、こちら側、30方面削って、ライドラはやっぱりですね、ここ。限られた範囲に出していきます。で、そのまま、一気にこう反らしていくんですけども、反れてしまう前に、レイジ2発を当ててからのトームですね。で、しっかりライドラがトームに入っている状態でレイジに乗って暴れまくると。序盤全くライドラが傷つかずに、あっちこっちの防衛にダメージを得たり壊したりとしています。で、やっぱりこのクラン城に対しては、バーバリアンキングとアーチャークイーン、これ全然、ここに触れないようなところを歩いてますね。というルート取り非常に大事です。突撃艦に関してはもうライドラが歩ってきたルートを、こう飛んでいきますんで、ここに黒爆弾と呼ばれる、まあ、ホーミングはないことが、まあ、わかりますから、特にトームなんかを当てずに安心して、突撃艦を当てていって、中に入っていたのはイエティプラスの、スニークゴブリンということで、イエティが、持っているこの、ミニイエティ放出して、相手の投石機なり、あとはシングルインフェルノを壊して、ライドラをサポートしていくという形ですね。グランド、ロイヤルチャンピオン、こちら側9時方面から歩いてきます。ちょっとね、体力的に厳しいかなと思ったんですけども、このフリーズが非常にお見事で、アチャトーからのダメージを止めている間にしっかりとこれスケルトンを処理して、で、ホーミングシールドを解放して、ダメージを与えて回復をしながら、最後防衛、アチャトーと、対空砲を削っていくというところですね。今回のそのやっぱアップデートで、対空砲が強化されなかった。あと、投石機、インフェノタワーには変更がなかったという中で、ライトニングドラゴンを持っていける数が増えた。かつ、チェーンがより効率的に刺さるようになったと。この二つの変更が加わってますから、まあ、相対的に見てライドラってやっぱり、防衛に対してこう強くなってはいるんですよね。テスラとまあアチャトーが強くなったっていうのはありますけども、これは、すべてのユニットに対して同じ条件なんで、特にライドラだけに不利になるような話はないですから。まあ、っていう意味で、ライドララッシュがですね、今回めちゃくちゃ、クランクさん側で刺さった、まあ、理由なんじゃないかなというふうに思います。で、うどん屋さんですね、のアタック見ていきましょう。これほら、もう98、94ですよ。めちゃくちゃ惜しいの。本当に。で、これですね、確かこの後スーパーネクロで誰かが取っていったんじゃないかなと思うんですけども、この村に、ライドララッシュを当てていきます。やっぱね、このうどん屋さんのライドララッシュを皆さんがこう、参考にしながら、やっていってるんじゃないかなと自分思ってるんですけども、まあ、僕の中では元祖のライドラって言ったらうどん屋さんですね。
こういうなんていうかね、1体先に出してダメージを受けずにチェーンを1個刺してから本体出すっていう、こういうとこも憎いですよね。でライドラをもう序盤に当てていってからのレイジレイジ、バルーンとライドラがしっかりレイジの中に乗って、これもマジで無駄がないですよね、このレイジのかけ方で。中心部に入ったライドラにさらにレイジ、やっぱりこれも、端っこに逸れている方についかけたくなっちゃうんですよね。あのサイドカットの意味で早くお前ら中心に来いよって やりたくなるんですけども、じゃなくってきっちりと、中心に入ったライドラに、レイジを打つことによって、火力が高い防衛って大体こう村の中心にあると思うので、そこにチェーンを、効率的に刺していくという感じですね。タウンホールが、ちょっと遠かったんですけども、ライドラがしっかりここにアタックできていたんで、おそらく突撃艦とか投げずに、ライドラに任したんじゃないかなというふうに思うんですが、ちょっとね、残念ながら、タウンホールが残っちゃったっていうところが少しね、ショッキングだったんじゃないかと思います。で、バーバリアンキング、これフィストを発動して、ロイヤルチャンピオンが、もう生身の攻撃でタウンホールを折っていきますね。で、突撃艦をシングルインフェルノに当てて、で、そこからもう一伸びというところだったんですが、やっぱり、防衛軍邪魔ですね。ロイヤルチャンピオンがこう、範囲に入ってくると防衛軍が陸のがちょっと出てきちゃったんで、少し足止めを食らったりなんかしてるうちに、惜しくもこのまま、前回まで伸びきらずというところでした。でもこれですよ、これ。あとだから、ドラゴンが今1体いたんで、これだけのウィストを削り切れば、もう全開だったんですけど、いやこれはうどん屋さん悔しかっただろうな、これ。こんな感じですね。このウィズと本当にあと一発炎が入るかどうかっていう、まあそんなね、紙一重の前回逃しでしたけども、なんかタウンホールの処理ですかね、まあもう少しあそこが、突撃かなんかを当ててスムーズにいっていれば、もしかしたらワンチャンあったのかもしんないですけど、ね、まあそこら辺は、多分うどん屋さんかなりそのライドラのアタックの進捗見ながら、臨機応変にユニットを出すタイミングとかも多分こう変えてらっしゃると思うんですね、このクラスの方になってくると。なので、今回少しですね、いけるかなと思ってみたところがちょっと伸びきらなかったと、まあ、いうところだったのかもしれないですね。ただし、やっぱり、この失敗したといってもこういう破壊率ですから、このライドララッシュのポテンシャルは十分あるということで、まとめるとですね、まずは、ライドラを出す面っていうのは、グランドボテのトームに全てのライドラが入るぐらいの幅で出す。で、そのためのサイドカットっていうのをしっかりとやる。ユニットはなるべく使わないですね。ベビードラとヒーローぐらいでこれをやるというところですね。ライドラ使う場合には、そのライドラが本体に合流するようなルートを描くようなカットに使うべきというところですね。で、グランドボテのトームを、初手で放って、レイジ、フリーズガンガン使って序盤で、ライドラを削られないように相手の防衛を削っていくというところで、バーバリアンキングアーチャークイーンは、相手の防衛軍を釣らない距離から出して釣らないように歩かせること、これがだからできない村にはライドラは多分使えないんじゃないかなというふうに思います。結構ヒーローが、ポイントになってくる場面も多いので。で、ロイヤルチャンピオンは、防衛軍が釣れちゃった場合っていうのは、別にクランチョン無視してもいいんですけども、基本はクランチョンが壊れてから出すというのが、オーソドックスな形になるのかなというところですね。タウンホールに関しては序盤にライドラが処理できるんであれば、もうボマーとかを使って、突破兵器はライドラに混ぜていく。ちょっと遠くにあったりして、ライドラで処理しきれないとか、中心部にあったりライドラのチェーンが入りにくいところにタウンホールがある場合には突撃艦を当てていくという形を取ればいいのかなと思います。結構まあ臨機応変に皆さん、やってらっしゃったので、まあ、いろんなパターンのライドララッシュが見れたと思いますけども、ぜひですね、参考にしていただいて、ライドララッシュやったことがない方も、これから、やる方も、今やってる方もですね、少しでもこう参考になりましたら嬉しいなというふうに思いますので、ご参考になった際にはぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またですね、タウンホール13だけではなくて12、11の動画も、上げていきますので、今後もぜひご視聴いただけたら嬉しいです。ということで、本日、この辺りで動画を終わりにしたいと思います。改めて呼んでいただきました、平井慎さん、クランクの皆さん、本当にありがとうございました。楽しいね、対戦でアドレナリンが出まくる、もう本当に、中身の濃い、2日間でございました。ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。